海上自衛隊の新型護衛艦もが、身型の12番艦で終了が決定している中、7番艦の進水式が行われ、2、4度に艦名が決定したとの状態をキャッチしました。今回は、次世代 AI 護衛艦もが、身型に、4度について詳しく深掘りしていきますね。でも、12番艦で終了って大丈夫かな？と思っていたら、次は、新型 FFM の建造開始に、新型 FFM は、さらなる進化と最新鋭の性能を搭載もしかすると、少人数化が50人なんてこともないかな。次世代無人機搭載護衛艦となるでしょうし、ハイテク技術満載かな。2023年9月26日、建造を担当している三菱重工業者の中崎造船所において、海上自衛隊に向けたもが、身型護衛艦の7番艦となる艦艇が進水式を迎え、同級の河川名を付与する伝統にのっとり、仁淀と命名された。これまでにもが、身型護衛艦は、1番艦、もっかみが、2022年4月、2番艦、熊野が、2022年3月、3番艦、の城が、2022年12月、4番艦、三熊が、2023年3月に、すでに収益を迎えており、現時点では、海上自衛隊で最新鋭の水上戦闘艦艇である。またもが、身型護衛艦は、5番艦、矢作が、2022年6月に進水、今年2023年末に収益が見込まれており、6番艦、阿賀野は、2022年12月に進水、2024年3月の収益が予定され、これに続いたのが、今回の7番艦、仁淀である。もっか、身型護衛艦は、2022年度から1年に3隻ずつが収益するという、ハイペースで建造が進められており、今回の7番艦、仁淀以後も、8番艦から12番艦までの5隻が、2027年の3月までに収益する計画となっている。一時期までは、ハモが身型護衛艦は、総数で22隻が建造され、名実ともに、海上自衛隊の護衛艦の中核を占める形式の艦艇となるとも考えられていたが、この線は消え、来年の2024年度の予算上からは、新型艦艇に代わる方向が打ち出されている。もっか、身型護衛艦は、レーダー反射弾面積を極力抑えたステルス性能を追求した艦艇として、海上自衛隊の水上戦闘艦の中でも、新世代の設計と外観が特徴であったが、これをさらに進化させることが決められた形だと言えよう。このためもが、身型護衛艦の建造にあたって、海上自衛隊の艦艇として初めて艦された FFM という艦首記号は、新型艦艇でも踏襲されることとなり、規模としてフリゲート艦クラスで、多用途というコンセプトは、そのまま継続されるものと目されている。もっか身型護衛艦と同じく、次期 FFM においても、主契約企業は、三菱重工業者となることが決まっており、現状では、三菱重工マリタイムシステムズ社が担う下請け企業の座には、ジャパンマリンユナイテッド社が選定された。ジャパンマリンユナイテッド社といえば、ヘリコプター搭載型護衛艦である出雲型の出雲加賀の2隻、マヤ型イージス艦のマヤとハグロの2隻の大型艦を建造した実績を持ち、今後も存在感を高めていくことが予期される。基本海上自衛隊向けの艦艇の建造しか、事実上、軍艦の建造を行うことのない日本の造船業は、ことに、大型艦に関しては、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社に集約されていく方向だと考えて差し支えないだろう。いずれにせよ、ひととききは、22隻の建造が有力視されたもが身型護衛艦が、12隻までの建造で、一旦終了となり、新型の FFM の建造に以後は移行するという事態は、艦艇としての基本の部分に大きな変更が生じる可能性があるのかもしれない。それが、いかなる部分についての見直しとなるのかの具体的な内容については、今後の続報を待つ以外になさそうだが、従来の汎用的な護衛艦よりも、多機能で省人化を推進する艦艇となる点は動かないと思われる。一応、
2023年度の防衛予算から大幅な総額方針へと舵を切った日本では、イージスシステム搭載艦2隻やイージス護衛艦2隻の新造にも予算を割くことが決まっているが、こうした大型水上戦闘艦は数の上では主力足りえない。したがって、南西諸島方面の防衛力強化には、現行のもが、身型護衛艦や今後の新型 FFM が、その中核戦力となることが見込まれており、単艦としての重武装よりも、対潜、対空、対艦、対地等の戦闘に汎用性を持たせることがポイントになるのだろう。さて、今回の仁淀を含むもが身型護衛艦であるが、基準排水量は3900トン、満載排水量は5500トン、全長は 133.0 メートル、最大幅は 16.3 メートル、深さは 9.0 メートルの規模を誇り、定員数はおよそ90名となっている。もが身型護衛艦は、直接的には、日本の沿海部の防衛を担う阿武隈型護衛艦を代替する艦艇として建造されたが、阿武隈型護衛艦は、基準排水量は2000トン、満載排水量は2900トン、全長は 109.0 メートル、最大幅は 13.4 メートル、深さは 7.8 メートルと、はるかに小さい。阿武隈型護衛艦は、一番艦の阿武隈が、1989年12月、最終の6番艦の利根が、1993年2月に就役しているが、2022年12月に新たに閣議決定された防衛力整備計画において、2027年度までには、全艦の退役が行われることが確定した。もが身型護衛艦と比較すれば、排水量的には、およそ半分強の大きさしかない阿武隈型ではあるが、その乗組員の定数はおよそ120名となっており、目下、身型が同およそ90名であることを考慮すれば、その精進化の進展がよくわかる。もともと、水上戦闘艦は、戦闘において、敵の攻撃で被害を被った場合、そこから沈没を免れるために、ある程度の人員の数によって、ダメージコントロールを行う必要があるとの思想も強く、消費とかが全てに優先するとは一概には言えない感もあった。しかし、多くの先進国と同様に、人口の減少が進む日本においては、今後の急速な少子高齢化は、避けようのない課題として、各方面で、その対策が問われており、海上自衛隊としても、そこを考慮しないわけにはいかなくなっている。現行のもが身型護衛艦の乗組人数が、およそ90名というのは、艦艇の規模を考えた場合、世界的に見ても、非常に少ない印象を受けるが、後継の新型 FFM では、これがさらに削減させるのか否かにも、注目が注がれることになるだろう。さてもが身型護衛艦の機関構成であるが、ガスタービン機関とディーゼル機関を併用するコダグ方式が採用されており、前者を1機、後者を2機搭載し、燃費性能と速力の両立を図り、最大で7万馬力を発生させ、30ノットを超える速力を実現させている。もが身型護衛艦の構想が打ち出された初期には、アメリカ海軍のフリーダム級等の沿海域戦闘艦の使用も参考にされたことがあり、同艦が最大出力115,400馬力で、最大速度45ノットもの高速を発揮することに着目されたとも言われている。しかし、燃料消費量と遠洋航海任務等を計りにかけた場合、そうした45ノットもの最高速度を得るための機関部を採用することは非合理的と判断され、現行の30ノットという常識的な速度を得るに足る構成とすることになったと言われている。アメリカ海軍でも、現在、フリーダム級等の沿海域戦闘艦の代替を目的としたコンステレーション級フリゲートの建造が2022年8月から始まっているが、同艦は最大速度は26ノット以上と大幅にその性能を抑制した艦艇となっている。これは海上でいかに45ノットというような高速度を瞬発的に発揮可能だったとしても、年々射程距離が飛躍的に向上してきている各種の対艦ミサイル等の攻撃を回避することにはつながらず、対空兵装等の充実にそのリソースを割くこととしたものと考えてよいだろう。6番艦、阿賀野までのもが身型護衛艦は、
主兵装である12セルの MK41VLS 垂直発射管については後日装備とされてきたが、今回のニュードからは建造時点より実装することになっており、その点がこれまでとは異なる。ただし、シモが身型護衛艦の MK41VLS 垂直発射管から運用されるものとしては07式垂直発射魚雷投射ロケットのみが決定している状態は変わらず、長距離向けの対空兵装に関して不安が残る点は未だ解消されていないとも言えそうだ。